演舞開演。どうも、本日はこちらキズクイックを紹介したいと。東洋化学株式会社というところが製造している。乾燥法のようですね。ご丁寧に使用方法などが書いても説明してくれています。ただの絆創膏とは違うのでしょうか。まあ、さすがにわざと怪我をするわけにはいかないのですが、一度一枚貼ってみたいと思います。あれ、絆創膏に見られるあれがない。濡らしてみましたが、普通の絆創膏みたいにペローンと剥がれてくるようなことはありませんでした。これだったら怪我のなどが多いキッチン作業の時に役立ちそうです。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。自分も料理などはすることがあるので活用してみたいと思います。チャンネル登録をお願いします。